沢井さんこんばんは。メッセージ見ていただきましてありがとうございます。動画の方もね、毎日毎日こうやって更新してるんですけども、 FX に関しましてはやっぱりね、8月28日は安倍総理の記者会見があるなと、ここで大きな動きがあったらどうかなと思うところもあれば、私はやっぱりね、テクニカルが、マスターできてこそのファンダメンタルだと思うんですよ。なんせファンダメンタルっていうのはいつ起きるか分かんないところを、いろいろとね、理屈をつけて自分はこういうふうにファンダメンタルから紐づけましたみたいな解説になっちゃうんで、これね、本当に都市伝説みたいなもんなんですよね。やっぱり我々初心者といいますか、まだね、十分な価値を安定させてない、我々としましては、テクニカル、まずはマスターするまでテクニカルをやっていければなと思ってますね。その上でね、やっぱりこうファンダメンタルがたまにね、材料相場に入っていくのも特に反対ではないんですけども、それがメインになってもいけないですし、それからこういう時ね、安倍総理の会見とかで値段が上下するところを狙って買った人がいるのを、確かにね、それ放送見たら目立つんですけども、そこにね、心持ってかれないでほしいなと思うんですよ。こんなのはめったに起きることじゃないんで、ここで勝ってもあんまり意味ないですね。あと普通の相場の時に当たり前に勝てるかどうかってところが、FX を学んできた意味がある、その大事なところだと思いますんでね、その辺沢井さんも十分理解されてると思いますんで、本当に嬉しく思っております。これからもね、一緒に頑張っていきましょう。それではまた来週。